ジャンバールは、フランス海軍の戦艦。リシュリュー級戦艦の二番艦。フランス海軍の軍人ジャンバールにちなんで命名された。春工年度では、現時点において、歴史上最後に建造された戦艦である。ジャンバールはサンナゼール港のロワール造船所に発注され、1936年12月12日、起港。第二次世界大戦勃発のために建造が急がれるも、 工事進捗率76%の状態で1940年3月6日に浸水。1940年6月19日に書類上では収益した。しかし、この段階での本艦は、船体の水密試験や各種試験などは行っておらず、ボイラーは6艦中1艦しか装備されていなかった。また、環境や煙突などの上部構造物は設置済みであったが、 即挙儀や包囲板等も装備されていなかった。一番手法等は手法の搭載を完了していたが、即挙儀が未装備の状態であり、二番手法等は手法は愚か天外の装着もなされておらず、一番法等と同様に即挙儀も装備されていなかった。手法以外の下記としては、十センチメートル連装広格砲を片元一機ずつ二機四門、三十七ミリメートル 連装機関砲を、環境の左側に1機、後部格納庫上部に2機を配置し、計算機6門を搭載。そして、環境中部見張り所に 13.2mm、連装機14機8門が搭載されていたが、副砲は未搭載であった。本艦はこの状態で、ドイツによる路角を回避するため、カサブランカへ向けて出航した。 本館がカサブランカへ航行中の6月21日にフィリップ・ペタン首相は独位に対し休戦を申し入れカサブランカ到着は独仏休戦協定が締結された6月22日となったこれにより本館はビシーフランス海軍の所属となりドイツへの接収を避けるために出発した航海は皮肉にもドイツと協調して連合国と戦闘する準備のための 物へと変わることになった。カサブランカ到着後に、現地の工作施設を活用し偽装工事を進め、手法用測距儀が未搭載であった一番手法等に、測量用の簡易測量器を搭載し、10センチメートル連装工格法は新たに2機増設され4機8門となり、他に9センチメートル連装工格法を煙突気踏右側に1機搭載した。しかし、 本来は非常用に複数用意される艦内電路は物資の不足等により主電源用電路を設置するのが精一杯であり、後の戦闘では主電源の断線に悩まされることとなった。1942年11月8日、統治作戦の一翼を担うアメリカ海軍との戦闘にジャンバールも巻き込まれた。空母レンジャーの艦載機による爆撃と、 戦艦マサチューセッツの40.6センチメートル砲による砲撃を受けた本艦は艦首に浸水、電気系統に障害が発生し砲塔の旋回が不可能となった。しかし、翌日にかけて行われた修復作業により回復、2日後の10日には従順洋艦オーガスタに向けて手砲射撃を行う。本艦が無力化されたと判断し、 フランス艦艇に対し砲撃を行っていたオーガスタは予想外の38センチメートル砲弾を見舞われ攻撃を中止し交代した。この砲撃は有効な打撃を与えることはできなかったもののジャンバールの戦闘力が回復してきたことを意味していた。不要意な砲戦で主力艦が傷つくのを恐れたアメリカ海軍はまずは爆撃機による反復攻撃を実施。 この爆撃により5 0 0ラム爆弾3発が命中、水戦下に波行が生じた本艦は、ついに着底。さらには、マサチューセッツの砲撃により、電気系統に障害が発生し、戦闘力を喪失。これにより、同日有刻、開戦は終了した。対戦中には、本格的な修理が行われることはなく、着底状態のまま放置。搭載してあった。 唯一の手砲塔は、リシュリューの予備として使用するため、降ろされた。1945年8月25日、扶養され、シェルブールへ開港。翌年工事を再開、1949年に竣工この折、本艦の艦姿は戦訓に基づいた近代的なものに移新された。射撃式装置、各種レーダーはすべて新式の国産機器で統一され、 機関出力も増大。手法は、ドイツが接収し、ノルウェーに沿岸砲台として配備されていた、同級三番艦、クレマンスを用に生産されたものを回収し搭載し、対空装備も大幅に強化された。また、大幅に回収された、上部構造物と諸装備の増加による重量増大、 それに伴う復元力悪化を解決すべく、船体側面に新たにバルジが取り付けられた。なお、艦内容積の減少と乗員数の増加により、士官用居室は一人部屋から二人部屋へ、長官用個室もスペースが半分に減らされた。1949年中に大焼け身が終了。1950年には地中海艦隊に配備。 1956年に勃発した第二次中東、戦争においては、エジプトに対する作戦行動を行った。1957年からは、予備官として、法術練習官任務につき、1961年、除籍。1969年にスクラップとして売却され、1970年、解体。アルジェリア戦争中の1958年9月には、 トゥーロン港に停泊中のところ、FLN の水中破壊工作部隊による船底へのリムペットマインの装着事件が起きたが、これは失敗した。チョアリステア翻訳、北村光穂、サハラの砂、オーレスの石アルジェリア独立革命士、P330。ありがとうございます。